江尻さん、楽天は週末ロッテに連敗となりました、はい、今シーズン最多借金8ですが、ここが踏ん張りどころです。攻撃陣の不振が続く楽天、昨日は2軍から3人の野手を昇格させ試合に臨みました。2点を追う2回、満塁のチャンスでこの日1軍昇格の黒川、ライトへの犠牲フライで1点を返し、昇格後最初のチャンスで期待に応えます。しかし6回、3対1とリードを広げられ、さらにピンチが続く場面でサード黒川がエラー、ミスも絡みこの回4失点、苦しい展開となります。それでも終盤、楽天は反撃に転じます。5点を追いかける7回、ランナー2塁でこの日1軍昇格の阿部、中日からトレード移籍の新戦力が移籍後初打点を挙げ4点差とします。続く8回、鈴木大地のタイムリーで6対3、じわじわと追い上げます。さらに満塁とし岡島、センターへの犠牲フライで2点差に詰め寄ります。なおも一塁三塁で1番山崎、鋭い当たりもファーストゴロ、反撃及ばず楽天は3連敗となりました。では順位表をご覧ください。楽天は現在最下位、3連敗で借金が今シーズン最多の8となりました。江尻さん、まずは最下位を脱出したいところですね、はい、そうですね。まずは5月のスケジュールをご覧ください、はい、楽天はこの後オリックス、日本ハムと5試合を戦って交流戦を迎えるんですね、はい、セリーグのチームと戦う交流戦はチームの状況をリセットするチャンスでもあると思うんですよね、うん、なんとなく苦手だなと思っている状況だと、野口さん、空気を変えたくなりますよね、はい、ちょっと気分転換したくなりますね。それと同じです。パリーグのチーム相手に苦しんでいた楽天は、今までの相手と違うチームと戦うことで切り替える可能性が出てくると思うんですよね、はい、私は日本ハム時代の2007年なんですけれども、開幕から下位に苦しむチームの中で交流戦に突入し12連勝をして、一気にチームの空気が変わったということを覚えています。その年日本ハムはリーグ優勝をしたんですよね。はい、そういったきっかけを作るためにも、楽天はまず交流戦前の5試合、ここが大事になってくると思います。ここで借金を一つでも減らして、交流戦に臨みたいですよね、はい、交流戦が鍵になるということですね。